三代目、市川新太郎は、日本の俳優、歌舞伎役者、元子役である。子役時代の芸名は、市川武雄、旧芸名市川元堂であり、旧芸名、市川玉太郎の時代のうち1930年から1931年の間のみ、帝国キネマ演芸、新興キネマに出演している。本名、市川武雄。剣劇映画のスター。 市川玉太郎は、もう一人別人が、江戸歌舞伎出身の市川畑屋の一派にいるが、この市川玉太郎は、映画界においては、ポスト市川桃之助として期待され、極めて短期間、サイレント映画に主演したことで知られる、関西歌舞伎の役者である。1912年、大阪府大阪市に生まれる。父は先々代の初代、荒太郎であった四代目、市川荒五郎。 20歳年長の兄は、剣劇スター、市川荒太郎として知られる二代目、市川荒太郎である。数え年6歳になる1917年、父、四代目、市川荒五郎、兄、二代目、市川荒太郎と共に、大阪、松島の八千代座で上演された、だんまりに出演、牛若丸を演じて、市川武雄の名で、初舞台を踏んだ。 1925年12月5日に、兄、二代目、市川新太郎が、満33歳で創生する。1928年1月、市川元堂を名乗り、1930年5月17日、父、四代目、市川新五郎が亡くなると、三代目、坂東久志三郎の預かり弟子になる。1930年、帝国記念まえ芸に入社。 一川玉太郎と改名して、ポスト一川桃之助として期待され、入社第一作として制作された、キラノ吉に、主演、同作は、同年5月30日に公開された。以降、持月玲子と多く組同社が1931年8月28日に、改祖されて、新興キネマになると、同社に継続的に入社するが、同年いっぱいまでで退社して、映画界を去った。 1933年には改めて三代目、坂東久志三郎の門下となって、舞台に復帰した。1936年5月1日から始まった、京都、南座での、奏本、中心蔵に出演、赤根殿蔵を演じた記録が残っている。1937年4月には、玉太郎が、関西歌舞伎から、関西新派に転校、加入した旨の報道が、 同月27日付の京都日出新聞に掲載された。同年7月1日から京都、南座で行われた関西新派の公演、中井康隆作、演出の人生曲選尾等に、鈴木文夫、中田正蔵らと共に出演している。その後、関西歌舞伎に戻り、同年、幹部俳優に昇進している。1938年3月12日から、 始まった、京都、南座での瀬川春尾作による、三代目、坂東十三郎が、大石倉之助を演じた、玄禄中心蔵に出演、富野森助門、大工、清吉、小林平八郎の三役を演じ分けた。1940年3月、大阪、中座で披露を行い、父の初代、兄の二代目の名跡を、継承、三代目、市川新太郎を襲名する。 1942年1月、小竹を離れ、劇団新鋭歌舞伎独立記念京都第一回公演、として、ポント町、株連れ城での、奏で本中心蔵では、片岡秀郎のゆらのすけに対し、方願、貞だ郎、平衛門の三役を演じている。以降、劇団新鋭歌舞伎の中心メンバーとして、第二次世界大戦の末期も、終戦直後も、京都、 三遊劇場に出演を続けた。1946年1月1日からの京都、京国東方での公演から、劇団新鋭歌舞伎を新鋭劇団と改め、1947年12月の京都、西陣劇場での公演まで出演を続けた。1948年4月17日、死去した。三36歳没。 市川新太郎の名跡は三代目の没以降空白である。クレジットはすべて出演である。公開日の右側には役名及び東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは特に1940年代以前の作品についてはほぼ現存しないフィルムである。 資料によってタイトルの異なるものは併記した。すべて制作、配給は帝国キネマ園芸、すべてサイレント映画、すべて市川玉太郎名義である。すべて制作、配給は新興キネマ、すべてサイレント映画、すべて市川玉太郎名義である。ありがとうございます。